はい、どうも皆さんこんにちは、ソータです。今回はね、いつもイラスト動画でお世話になってるしらすさんというね、絵描きさんがミラティブという配信アプリでお絵描き配信してたんで、ちょっとね、見に行ってみたんですけど、めちゃくちゃ声は可愛い超カワボなのに、発言が謎すぎてちょっと面白かったんで、ちょっとね、その一部始終をご覧ください。どうぞ。もうなんか配信のタイトルから面白いね。20グワッ、なんか20分で絵を描くみたいな配信だったらしいね。イタタブをつけてやってます。ソータさんも、あ、ヤッホー欲しい。あれ、死にそうになったらいいんだから、死にそうになったらいいんだから、死にそうになったらいいんだから、え？お風呂で溺れたら生きる。お風呂で溺れたらワンちゃん。なんつうこと言ってんの？めっちゃ笑うやん。で、ここでね、リスナーの方から人権作文のテーマをね、くださいってね、質問が来たんですよね。で、これ面白いのでどうぞ。人権作文のテーマ。なぜ人は、みんな、違う色で生まれてくるのか。なぜ人という人種は色というものを持ってしまったのだろうか。いや、どんな価値観やねん。ちょっとこれはさすがにわらわらわらってるとこ。これはちょっと草生える案件ですわ。なぜ同じ人間なのに人権でしょ。だってあれじゃない。いや、急に笑った急に笑った。だってあれじゃない、白人黒人差別、白人がうんたらかんたら人権じゃない？いや、うんたらかんたの時点で多分あんまり思ってないと思うぞ。ここでね、あんまりにも面白かったんで、キャンディーを4個送りました。あ、Thank you! Thank you! Thank you! ありがとうございます。あ、声かわいい。全部あげようかな。人は弱いから、誰かを下に見ないと生きていけないんで。まあ、そうだな、そうだな。あ、その通り、合ってる合ってる。自分の必要性、自分のすごいと思うところを見つけないと、何もモチベが出てこないのですよ。人生何周目だ。ということでね、とても面白かったので、最後にね、カフェラテ5個送って立ち去りました。これめっちゃ面白かった。シリーズ化しようかな。